調理中のカザフ人女性画像は馬肉の蝶詰めを作る様子を映したものカザフスタン料理はカザフスタンで食されている料理であり、本校ではその概要を述べる。馬肉が伝統的に前菜として出される。左からい、焼いた馬肉、蝶詰めカザフスタンの伝統料理では、洋肉や馬肉、その他乳製品を用いることが多い。何百年という期間を通して、 カザフスタンでは羊、ラクダ、馬などを飼う遊牧民としての生活を送ってきており、これらの動物を交通手段や衣服、食事など幅広い用途に使用してきた。カザフスタン料理の料理技術や主な食材は、この遊牧民的な生活様式に大きな影響を受けている。例えば、料理技術の大部分は食材や料理の長期保存技術のためのものである。 長期保存のための肉の塩漬けや乾燥に関する技術に関しては非常に多くの種類が存在し遊牧民生活において保存を容易にするためサーアミルクが好まれる傾向にある肉はカザフスタン料理において必ずと言っていいほど使用される食材でありカザフスタンの伝統料理では通常茹でた肉を使用する馬肉や洋肉は肉の中でも最も一般的に使用され 茹でた後細かく切り分けずにそのまま提供されることも多い。カザフスタンの人々は土殺用に残しておく馬に関しては特に大事に育てており、他の馬とは別にしっかりと餌をやって走行が十分にできない状態にまで超え太らせてから食することが多い。ベシュバルマクは茹でた馬肉もしくは羊肉で作られる料理でカザフ語ではカザクシャイとつまりカザフの肉と呼ばれる。 カザフスタンで最も人気のある料理である。ベシュバルマクはバシキール語などで5本の指という意味であり、もともとは5本の指を使って食べたことに由来している。茹でた肉の塊を切り分け、もてなす側が主品から順に提供していく。ベシュバルマクは通常茹でた幅広の麺と共にソルパと呼ばれる肉の出汁をかけ、消せと呼ばれる。 日本の茶碗に似た伝統的な木製の食器に入れて、供される。他の人気のある肉料理としては、カズいやシじゅく、クイルダク、そのタジャール、ジャーヤなどの馬の様々な部位を利用した料理がある。肉料理以外で人気のある料理としては、パラウがある。これは、ニンジンや玉ねぎ、ニンニクを肉と共に炒めた後米を加え、炊き上げた料理である。 シャルガムは20日大根のサラダである。切る前は秋から冬にかけて作られるブラッドソーセージで秋に屠殺した動物のひき肉の塊を油、血液、ニンニク、塩、胡椒と混ぜ腸に詰め長期保存のための工程を経て作られる。燻製にしたものは非常に長期間保存できるためカザフスタン料理において非常に重要な料理である。ザウブレクは 小さく切った肉を直火で焼いた漁師や旅行者に人気のある料理である。ウルペルシェクは馬の心臓や大動脈、脂肪をやかんで煮込んだ料理であり、よく結束の印として義理の姉妹の間で分け合って食べる。カズイは牛が甲子を産む春に食べる大型のソーセージであり、米やクルトと共に供される。ミパラウは羊の脳を木製のボウルに入れ、羊の骨髄や、 他の部位の肉とともに塩で味付けをした用紙の出汁やニンニクを加えた料理であり、主品に対して出されることが多い。アクシェレクは、ラクダを屠殺して、肉を料理した後に、子供たちに与えられるラクダの大きな骨を刺す。ジャールは、馬の縦紙の下にある、脂肪部分であり、一頭から取れる量が、極めて少ないことから、特別な客に対して飲み出される料理である。ジャーヤは、 馬の指示の肉であり、茹でて食卓に登ることが多い。アクショルパは秋に作られる白いだし汁で、裕福な人間のための特別な料理である。クイリク、バウィルは、結婚式などの宴会において、血縁関係のある人間に振る舞われる料理であり、茹でた肉を薄く、そぎ切りにし、サワーミルクや塩味の効いただし汁を加えて供される。伝統的な乳製品には、以下のようなものがある。 スートは、父のことで、沸騰させてから飲む。開幕は沸騰させた父から作られる、サワークリームであり、時に茶と共に供される。サリマイは、日が立った父から作るバターで、しばしば皮袋に入れて作られる。クルトは、濃いサワークリームを圧縮し、白く塩辛い味がするまで乾燥させて作る。イルムズイクは、春に作られる、カッテージチーズで、 脱脂していないそのままの乳を沸騰させた後に、サワークリームを加えて作る。スズベとカチクは水気を絞って濃縮した、サワーミルクである。コリクチクは遊牧民の料理で、ステップで作られる牛乳である。トサプは、金属製の鍋の内側についた乳の浮きカスから、作られるもので薬として利用される。アイランは、陶器や牡蠣に引用される、サワーミルクである。 シュバと糖がある。バウルサクは生地を丸めて揚げたパンで、シェルペクは同じように作られるが、平たい揚げパンである。マンティは、洋肉や牛肉などの肉、塩、胡椒、香辛料などを混ぜたものを、小麦粉の生地に詰めて蒸し上げた料理で、餃子のようなカザフスタンの人気料理である。マンティは何、そうもの段がある蒸し器で蒸し上げ、バターや、サワークリーム、 玉ねぎのソースをつけて食べる。タンディールナンはタンディールという釜で焼いた伝統的なパンでシルクロード沿いの都市で一般的である。食い膜、買ったま、おイマは油で揚げたサクサクした平たいケーキでクリームをつけて食べる。伝統的な飲料としては馬の乳を発酵させた釜酢やラクダの乳を発酵させたシュバと牛乳を発酵させた。 アイランや発酵させた羊の乳及びこれらの加工品である開幕、家畜、アイラン、サワーミルクを乾燥させ丸く成形したクルト、イリムシク、イリンシク、クルトに似ているが、丸く成形しないなどがある。これらの飲料は伝統的に主菜と共に出されるが、食事では、かまずを飲んだ後に紅茶が出されて、食事を終えることが多い。アダイカザ夫人の間では、シュバトがカキに、 人気のある飲み物となっている紅茶は、シルクロードが成立した後、中国から入ってきたものであり、伝統的に主菜を食べ終わった後、デザートと共に飲む。今日では父入りの茶はほとんど他の伝統的な飲料に変わる立場を獲得している。伝統的なデザートとしては、バウルサクや着々、ジェントなどがある。カザフスタンの食文化や料理には、 カザフ人の伝統的な遊牧民の生活の中で培われてきた料理やその技術に加えて他の中央アジアの国々や民族の料理の影響が強く見られる。影響を受けた民族料理としてはロシア人、タタール人、ウクライナ人、ウズベク人、ドイツ人、高来人、ウイグル人などの料理がある。カザフの伝統料理は肉と乳製品を基礎としているが、 近年ではこれらの料理の影響を受けた結果、野菜を使った料理が多く見られるようになったほか、魚肉や海産物、オーブンを用いた焼き物料理、甘いデザートなども見られるようになっている。遊牧民の料理においては、移動式家屋に住み住居を点々とすることから、料理器具の数は必要最小限にする必要がある。加えて、電気や水道のような贅沢な設備は存在しない。 鉄の大釜火山はカザフスタン料理において変わるもののない重要な地位を占める。火山はパラウヤスープ、パンを焼く際にも使用される。浅い火山なら裏返した鍋の裏で平たいパンを焼くことができるからである。羊やヤギはその多くが乳を絞るために利用され、これからチーズなどの乳製品が作られる。宴会の主人は肉を自分で切り分け。 一番うまく切れた部分を主品に捧げる。この肉は茹でたパンなどともに食することが多い。食事の際、主品に対しては調理した羊の頭部が出されることがあり、宴会や儀式などの場においては同席した人々に回していく。カザフスタンの習慣においては、客は常に神座を与えられ、特別な艦隊を受ける。カザフスタンの人々は、 伝統的にダスタルハンと呼ばれる低いテーブルにテーブルクロスをかけて食事を行う。カザフスタンの人々はできる限り美しい食器を使用する伝統を有している。クムスは銀の装飾のついた口の広いボールもしくは絵付けされたカップで供され、肉は大皿に乗せて供されることが多い。茶は装飾が施されたティーポットで入れ、愛らしいカップに注いで出される。 珍しいことに乾燥したメロンや動物の象徴が面白い形に編み合わされることがよくあり、パンにはベリーの汁で花模様が描かれる。大きく深いボールは乳製品を供するために使用され、小さな木製の鉢は小麦粉の生地を作るために使用される。さらに、どの家庭にも木製のサジがあり、これらは手入れがされ木箱もしくはフェルト製のカバーに入れて、 持ち運ばれる。これはカザフスタンの食文化におけるサジの重要性を示している。ありがとうございます。